こんにちは、栄養ラボです。お米不足の時の強い味方、今回はライスペーパーを使ったレシピをご紹介します。メリットは3つ。タピオカ玄米や米粉が原料なのでグルテンフリーです。2つ目は野菜やタンパク質のものと一緒に完全栄養食です。そして一番お味が大事、もちもちポン酢が具材ととっても合うんですよ。調理のポイントはペーパーに直接味をつけますので、一口で大満足、パクパク食べられます。それではスタート。今回はね、カツオです。こちらは腹の部分です。背の部分より脂の部分が若干多いので、こってりとした味わいになります。薄めと厚切りのものを切ってください。大きさの違うものを作っていきたいと思います。カツオがちょっと苦手っていう方も美味しく食べられます。ライスペーパーに味を染み込ませていきましょう。水を大さじ3。簡単すだれですが、水の量が少ないとペーパーがグミのようになるので配分に注意です。醤油は大さじ1と1/2。お酢は大さじ2です。よく混ぜてください。お手持ちのポン酢でしたら、お水と1対1ぐらいで薄めてください。これ万能ペーパーでね、お酢に合う食材なら何でも美味しくなります。ここでね、美味しいだけじゃない酢の栄養です。皆さんもご存知かと思いますが、お酢は血糖値の急上昇を抑えます。そしてミネラルの吸収も高めます。酵素の材料のマグネシウムや亜鉛、強い骨作りに重要なカルシウムの吸収も上げます。疲労の回復にも欠かせません。調理に戻りますね。ここポイントです。硬さが少し緩んだところで引き上げます。事前準備なんですが、貼り付き防止にごまを少し引いておいてください。薬味やお野菜は大好きなものをたっぷり用意しておいてください。味のたっぷり染み込んだライスペーパーを巻いていきます。お酢が入って弾力が少し強まった感じがします。最初は大きめのカツオ、後で半分に切ります。破れにくいのでたくさんの具材が入ります。たっぷり入れて大丈夫です。カツオなのでね、みょうがやニンニクなども合うと思います。味は酢だれがとっても合います。もちもち食感も最高ですよ。これはね、もう一つ薄めのカツオを包んでから切ります。ちょっとお米がない時もこんな風にして食べるとちょっとおしゃれで完全栄養。こちらは丸のままかぶりつきます。いつもの一切れサイズの大きさです。カツオが苦手な方でもこれなら食べやすいですよ。他のタンパク質やお野菜、何でも美味しくいただけると思います。それでは厚切りを切りましょう。少し剥がれるぐらいは大丈夫です。ペタペタっとくっつけてくださいね。お肉や魚、野菜をたくさん包んだ一口完全栄養食、そしてグルテンフリーです。お酢の力で健康増進、ぜひ作ってみてください。健康に役立つ栄養情報をお届けしています。よろしければチャンネル登録、いいねボタンお願いいたします。